ビジュアルロビーではチャットを行ったり、一緒に冒険するパーティーのメンバーを募ったり、プレイヤー同士のコミュニケーションが活発に行われる。友達と待ち合わせて冒険に出かけたり、同じ目的で冒険する仲間を探したりすることができるのだ。全世界の冒険者たちと出会う最初の場所、それがビジュアルロビーだ。ファンタシースターオンラインの一番の楽しみ方は、ネットワークを通じチャットをしながら4人で力を合わせて冒険することにある。プレイヤーたちのスムーズなコミュニケーションを助けるのが、5カ国語に対応した新しい機能、ワードセレクトシステムだ。このシステムは RPG に必要な単語を収録、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、そして日本語の5カ国語を自動翻訳する。刻一刻とリアルタイムで進行する世界の中で、プレイヤーは会話を交わし、仲間同士助け合い、敵を倒し、冒険を進める。ファンタシースターオンラインの冒険の世界は常に変化している。ランダムマップシステムを搭載、自動生成されるダンジョンはプレイヤーに新鮮な驚きと新たな楽しみを与える。屋外から屋内、地底深くへと冒険の舞台は様々に展開し、美しく神秘的な 3D グラフィックスの世界と大迫力のモンスターたちが、これまでにない臨場感でプレイヤーたちを待ち受ける。ファンタシースターオンラインの遊び方はプレイヤーによって様々に展開する。オフライン専用シナリオでじっくりとキャラクターを育て、その後オンラインで仲間と一緒に冒険を楽しんだり、逆に一人では苦戦を強いられる敵をオンラインで仲間と共に倒し、成長したキャラクターを再びオフラインで冒険させたり、プレイヤーはオンライン、オフライン、それぞれの世界を自由に行き来することで、今までにないゲームの楽しみ方を体験することになる。オンラインで広がる世界、オフラインで展開される世界、そのどちらもがファンタシースターオンラインという冒険の舞台なのだ。新しい遊びの形を提案し続けるソニックチームが、21世紀に向けて送る家庭用ゲーム機初、全世界対応ネットワーク RPG、 ファンタシースターオンライン。今 RPG の歴史に新たな1ページが刻まれる。